横に並べばよいのだな。さようでございます。そりゃお前が好きなやつがいないなんて枯れたこと言うからさ。ここでよいのか。お前に修学旅行の醍醐味と、はい、女の子の素晴らしさを教えるためにわざわざだな。犯罪に巻き込んだもな。一肌脱いだと言ってくれ。もっとも本当に脱いだのはあちらさんだったけどな。他に考えることはないのかよ。健全な男子なら女の子に興味を持つのは当然のことだ。お前は興味持ちすぎなんだよ。いや、この年で好きな子の一人もいないお前の方がおかしい。お前だ。お前その際どちらでも構わない。いいから早くせえ。いや、わ、若菜先輩。ゆのちゃん、若菜様は職権をご所望じゃ。いつまでも見苦しい言い争いをしているつもりなら速やかに番を譲るがよい。あ、どうぞ。うん、すまない。若菜先輩、これは何をどうすればよいのだ。お金を入れてお好みのボタンを押せばいいんですよ。こうか。俺的におすすめなのは B ランチですよ、若菜先輩。くれもの。若菜様は海津殿に聞いておられるのだ。お主、誰の許しを得て若菜様に口を聞いておる。許して。 B ランチ、これか。でも珍しいですね、学食なんて。今日は少し寝坊してしまって、たまには皆と同じものを食べてみようと思ったんだ。はあ、なるほど。手間をかけさせたな。この礼はいずれまた。礼なんて大げさな。そうはいかない。また昼食を共にするのも良いし、そのなんなら海津の方からまた声をかけてくれても。私は海津といるのは嫌いじゃない、そういうことだ。若菜さん、 B ランチを勧めたのは僕ですよ。船場をお忘れなく。若菜様、そろそろ参りましょう。そうだな。それでは海津。あ、はい。匠キューン。なんだ。これはどういうことかな。いや、どういうことって何が。ここに先ほど購入した剣を置くので、こうか。これ早くいたせ。どうしたの。なんでもない。サナにチワではないか。あ、ユナさん、はあ、これから食事。うん、んなことはどうだっていい。お前にはただでさえコナミちゃんがいるっていうのに、これほど恵まれた環境にいながらまだ好きな子はいないなどと寝言を言うつもりじゃないだろうな、タクミ。コナミも若菜先輩もそんなんじゃないって。いや、やめろおさむ。ねえ、はい、こうなったら徹底的にやってやる。これでもか、これでもか。なめて。おっおい、一体いつまで待たせる気。何よ、文句あるわけ。シロか。みんな、お腹すいた。ひなこ先生、初めに授業やろうよ。たくみ、かいず、お兄ちゃん、好きな子か。そんなこと言われてもな。そりゃ匠が悪いな。え、なんで。なんでってこともないが、俺もお前らの年頃は素敵な彼女の一人もって躍起になってた方だからな。でしょでしょ。なのに匠と来たら、お前は恵まれた環境にいすぎてそういう感覚が麻痺してるんだ。だから恵まれてなんてないって。いいや、親父さんが留守だからって毎日我がマドンナコナミちゃんに炊事洗濯の面倒を見てもらってるだけでも十分だ。お前にはマドンナが何人いるんだ。その上若菜先輩にチワちゃんだろ。サナちゃんだって義理の妹なんだから、その気になれば県内か。おいおい、めったなこと言うなよ。とにかく日頃から可愛い女の子に囲まれるのが当たり前になりすぎてるんだよ。てか、なんでそこに私は入ってないのよ。なあ、たくみ。無視するな。お前、本当にそれでいいのか。今の環境に満足して安穏と過ごす日々のどこが青春か。
俺はお前なんかと違うぞ。必ずや彼女を見つけ、二度とないこの夏に一生の思い出を作るんだ。うわぁ燃えてるね、おさむくん。勝手にしろ。なんだったら、おさむとしので付き合っちゃえばいいんじゃないか。昔から仲良かったんだし。冗談、誰が決めますなんかと。これずピピピのピーだ。こっちこそお断りだっつーの。あなた、手近で済ませようとするのはポリシーに反するでしょうが。手近とは何を。何よとは何だよ。ちょっと二人とも、うん。まあまあ、それも仲のいい証拠さ。みんな、今のそういう関係を大切にするんだぞ。この時期にできた友達は一生の友達だからな。10年20年経って一人一人の生活が変わっても、その絆だけは変わらない。一生のうちで何でも相談できる友達ってのはそうはいないもんだ。何でも相談できる。10年20年経ってもか。すっかり遅くなっちゃったね。早く帰って夕飯の支度しないと。そうだな。見てたっくん、一番星。今日もたくさん星が見られそうだね。七夕も晴れるといいな。こだみ、そのいつも悪いな。たっくん、どうしたの。あ、いや、ほら、おさむが言ってただろ。俺、コナミに面倒見てもらってるのがいつしか当たり前になってた気がして。だから。ありがとう。私、たっくんにそう言ってもらえただけで嬉しいから。サナも待ってるし、帰ろうか。じゃあタク、着替えたらすぐに行くね。ああ、またな。ただいま。あ、帰ってきた。おかえり、お兄ちゃん。今度の土曜って、チワちゃんもうちに呼んでいい？チワちゃんなら、いつだって出入り自由だろうが。ああ、もう、そうじゃなくて、七夕。今度の土曜は七夕様だよ。あ、そうか。土曜なら学校もお休みだし、今年はやるんでしょ？昔みたいに七夕パーティー。そういや、ここんとこやってなかったっけ。うん。だからせっかくやるなら、ちわちゃんも招待してあげようと思って。ね、いいでしょ？そうだな。やったー。あ、電話。死にたいか。さあ、出張ラジオロマネスクの時間だぞ。今日は町の花子先生の休養日。お兄ちゃん、早く早く。どうも、七夕様だ。お尻で眠っている体に袖を通して自分だけの織姫とビッグボスさんに会いに行こう。待って。お、よく似合ってるじゃないか。すげえな。お、どう？あの焼き芋の屋台の前に。お兄ちゃんから。500円になります。お、いたいた。あ、しのお姉ちゃん、ありがとうございました。来たわね。ごめん、ここお願い。はい、行ってらっしゃい。